さっきの続きです。見てください、こんな砂ですね。こういう砂のところを私はこれですね、ここの階段をずっとあの山頂の方を目指して上がっていこうかと思います。私の数多い登山歴の中でこれは最悪の登山になるんじゃないでしょうかね。あ、ただこういう風な、ステップがあるんで、まあ、なんとかかんとか上がっていけるんじゃないでしょうかね。でもすごいですよねこれは。まあ、でもおかげで、まあ、モンサンミッシェルも誰もいないというか、まあいないことはないです、まあ、お客さん少なかったんですけど、ここは少ないを通り越して皆無ですね。見てください、私以外誰もいませんね。砂を履いてたおじさんたちもいたんですけど、あまりに悪化したということで、逃げてしまいました。要はこの砂漠地帯にいるのは私だけということですね。すごい砂嵐が、すごい砂嵐がやって、これぞあれですね、自然の脅威ということですね。まあこういう風景がずっと続いていくんで、一旦中継は終わろうかと思います。もうこんな感じです。あのステップから外れると沈むんですね。ということで深川がお届けしました。